さあ、それじゃあ次のマップ行ってみましょう。あれ、次のマップって同じマップか。違うルート行けってことかな。じゃあ、あれ取りたい。取れる？あ、取れる。うまー。こんな簡単に取れたのか。緑をね、もう一個手に入れて地図が欲しい。いつもよくわからん存在だね。ん？今なんかあったよ。そうか、今普通の猫になったから攻撃すらできない。いやあ！存在がひどい。こいつ疲れちゃうんだよな。なんかまた知らんやつが。うわー、なんか上がってきた。抜けたいよね、ここにゃい。うん、抜けた。敵がキモいんだよね。うわあ。爆発しろ。リア充だよ。爆発してるから。うわあ。解像度の暴力。ああ、欲しいなあれ。なんかあるよね。思ったより来るな。え？なんもない。ありそうやな。裏行ってみるか。ほら、なんもないわけないもん。はい！お前下に攻撃してくるんやつかい。騙された。アナコンだ。帰り道じゃねえか。下かー、引っかかったな。ここがないかチェック。あー、攻撃手段がない。これ抜けれんのかな。行ってみる。ダメみたいですね。あー、死ぬか。あー、体力があるから死ねない。山嵐、これはさっきもあったから分かるね。滝上行くべきだったね。戻れないな。ここは、さっき行ったとこやね。割と弱い。縦二段ジャンプがあれば取れるんだけど、ないな。
よし。まあまあ、初めに。おっと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 。プロがミスって。で、ここの右ルート行ったんで、やっぱ結局左ルートに戻んなきゃいけないんだけど。あ、攻撃できるようになったし、この先行こうか。強いな。いつ死ぬの無視して抜けるか。死んだわ。繋がってるんだ。こいつも初めて。配置ひどくない。倒していきたいぐらいだけど。倒すしかない。らしい猫ちゃんが探索は辛いね。スペランカーじゃねえんだからさっていう。配置がいやらしい。いやらしか。いやらしい。くっそ配置がいやらしすぎますって。倒しても2しかもらえないからね。あんまり倒す意味。あーっ。おお、こっちにもいたー。イエロー。あっ。まあまあまあ、これ3個は美味しい。いやらしい敵ばっかりだな。じゃあ次は左のルート行きますか。倒しとこう。こんな危ないでしょ。いられるか。俺は部屋に帰るぞ。なるほど、こんな感じ。エゴムーブ。バケット。雑になった。そして動きが死ぬと雑になる。あるある。強い。
これも二段ジャンプないと取れねえじゃねえかよ。こんなとこ繋がってたのか。死ぬか。探索すらできない。下が怖いんだけど。行ったとこだよね。なんかある、うん、倒してからの方がいいね。こいつさっき来た時消えたんだよね。やっぱこの左ルートを次は行かねばならんっぽいね。そうだ、こいつスルーしたんだ、忘れてた。倒してみる。うん。怖いね、あれ。ちょっと待って。そんな敵さっきおらんかったよ。急に現れるのやめろ。2回使って一気にかわしちゃおう。めっちゃ倒そう。あー、わかんねえなこいつ。何？大丈夫。で、さっきの右ルート行ったんで、さらに左。うわー、ありそう。ここは巨岩平原。絶対は降ってくるやん。上空から落下してくる巨岩が積み重なった平原とは名ばかり。起伏の激しい岩場だ。朽ちた巨岩に潜んで獲物を狙う妖魔も多い。動きを封じられ、まんまと仕留められぬよう飛び移る先の岩場の状態をよく見極めることが肝心だ。さらにこの場所からはクオンと似て非なる力の高い。よし、次のボスやな。立ちはだかるのならば争いは避けられないだろう。妖魔救う巨岩の群れを飛び越え、冥界の門の封印を解く。ちょっと飛ばせるんだね。さあ、お、鈴木今日かポイントもう1上げれるか。お金150に上げよう。よし、あの1減ってた分も回復した。うまー。何あの自分着。ちょっと下行ってみよう。抜けれるかもしれない。ほら、そんなの分かってるよ。長いな、イソギンチャクエリア。思った以上に、うん、どうだろう。ちょ、嫌な好奇心だ。嫌な好奇心ですわ。まあ、しょうがないね。猫は好奇心旺盛な生き物だから。犬も歩けば棒に当たるし、好奇心は猫を殺すからね。
乗るときに。お、ショートカット。まあまあここから行ってみますか。なーにあいつ。うう。うわー増えた。よし。記憶だ。ほーら、こんちゃん。にゃーと、にゃーと言ってごらんなさい。にゃーと言いなさい。わっ、わっ。さあ、はい。にゃー。わっ、わっ。本当にワンでいいよ。にゃー。わっ、わっ。君は本当に寡黙なやつだね。あ、敵いねえじゃん。これで安全に帰れるね。ゲージ回復。よし。帰れ。ふう。多いな。弱いんだよな、こっち。時間かければ楽勝なんだけど。こいつめっちゃ硬いんだよ。あたりにもう一回この遠距離攻撃も複数当てたらダメージアップみたいだったらいいんだけど、どうやら何個当てようが1回で与えれるダメージは同じみたいだね。上のだと思っちゃう。といっても行く手段がない。2段ジャンプないからね。おそらくなんだけど、この配置も一度も死ななくてもいけるルートになってるんだろうなっていう。あっ。いやらしい配置が、いやらしい。考えたやつ性格悪いで。体力多いんだよ。はっ、かわされた。なんであそこまでやって最後まで我慢できなかったんだ。ハゲロックかわされちゃったよ。ああ、緑が欲しいんだよな。緑が、そしたら地図が解放されるからさ。地図なしの探索ってこんなに辛いんだね。これね、オプション。コントローラーの設定がさ、一番初めの設定がちょっと狂ったのかな。本当は見れるんじゃないかなと。キーコンフィグするときにね、なんか2周目が回ってきて、それで丸とか押したら狂っちゃったんじゃないかな。あ、こっちか。ボス戦ありそう。なんであなたはうんこした後ハイになんの。
人間だってそうだろ、うんこしたら灰になるんだろ。それは猫だけじゃない。ああよくかわせた。うんこ灰って言うじゃん。なんかいろいろルートあるな。行き止まり。おや、土の中。いや別に岩降ってこないんだけど。おっとどうなってんのこの島は。おい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 。うわー取れそうで取れない、いやらしさ。うわーいやらしい。よしまず一つ。誰ですかこの配置考えたの。先にあれ取ってからにしたいね。んどこだ。明かりの巻物欲しい。ああなるほどここか。さあまた記憶を。ああ、ずり落ちていく、ずり落ちていくよ、うん。この持ち方はダメだ。ダメなんだけど、これ以上引き寄せるとめっちゃ突っ張られるからな。肉球を顔にこうぶんよってやられるんだよね。ああ、ずり落ちていく。あっとこんなところに抜け道があった。あんだこれチョコボールのキューちゃんみたいな。